はい、タイバミクーヘンです。ただいまですね、今キャッツアイサイマのところですね、こちら今見ていただくとですね、さら地になってますけども、今もう解体がもうちょっとで土砂が全部なくなってきて終了する予定なんですけども、これからですね、何かがまた立つ予定みたいですね。ちょっとどうなるかはちょっと分かんないですけども、そんな感じでございましてですね、今から向かうところはサイコグリーンパークってところに向かいます。目的地には16時20分ごろ到着の予定です。これが何があったかというとですね、調整池ってところなんですよね、荒川放水路の調整池っていうですねジャンルになります。荒川のですね上流でダムで水をせき止めるというのがまず役割で、あとは大きな川幅の鴻巣と鴻巣のところにあるですね、御成橋っていうところでは川のですね、その河川敷のところに水を食い止めるというところで、3番目のところが今のこれから向かうですね、サイコグリーンパークっていうところなんですけども、サイコっていうのが調整池って言われてまして、池があるんですけども、そこで池の中でです、池で水をですねちょっと溜めて、その下流に流れるのを防ぐという感じのことをやっているんですよね。はい、っていう感じで3段で、最後のところがまあこの前撮影したですね、岩渕水門という感じでですね、4つの治水、荒川放水路っていう形で掘ってですね、首都圏をですね守っているという感じでございます。で、首都圏を守っているというよりもですね、もう何も日本、国民を守っているっていう感じですかね、そんな感じで今なっているところでございますね。はい、なかなかシビアな感じですけども、今日はですね、一通りその日程、予定を組んでたところは全部一応回りきれました。はい、どっかをですね、削ろうという感じは、途中でちょっと感じてたんですけど、例えば あのコトっていうですね、お店行かなかったりとか。500メートル先、折り金を右方向です。およそ9キロ先。国道463号線が渋滞です。およそ300メートル先、折り金を右方向です。大したもんですよね、治水の。まあ、青山明氏だけではないと思いますけど、もういろんな人がもやってたんでしょうけど、でもよく守りましたよね、全体をですね守ったなーっていうのが感想ですよね。台風19号ですよ皆さんですね。私もですね避難をしましたよ、台風19号の時。ここを右です。およそ8キロ先、左方向です。
左方向です。
ケージと、
大歩道橋、西武大高校、およそ5キロ先、右方向です。およそ4キロ先、国道463号線が400メートルの渋滞です。目的地には16時28分ごろ到着の予定です。
走行してください。この先国道463号線が 400m の渋滞です。好きし好きしですね。埼玉およそ300m 先下大久保を右方向です。およそ 5km 先国道17号線が渋滞です。嫌だな、1万
まもなく下大久保を右方向です。ここを右です。およそ2キロ先、右方向です。浦和西条
左方向です。その先、右方向です。およそ500メートル先、右方向。国道17号線です。右方向です。ここを右です。
走行してください。押しボタンか、これやられたな、これやられたわ。
右方向です。実際の交通規制に従って走行してください。ここを右です。目的地付近です。運転お疲れ様でした。着きましたんで、ちょっと今からちょっとくるっと回りたいと思います。